相手の選手の小沢翔選手ですね、は、高校生っていうことだけ聞いたんですけど、あとは知りません、まあ、興味もないんですけど、まあ、僕は自分の戦いをするだけで全力を尽くします。まあ、見てほしいとこは、まあ、リアルディールスタイルらしくどんどん前に行って倒しに行くので、そこを見てほしいです。で、今回、60キロで、去年までは63キロでやってたんですけど、まあ、60キロに階級を戻してやっていくので、まあ、スカッと KO で決めて、いいとこに大事なランキング入ってチャンピオンに挑戦したいですね。おっす。今回、まあ、2年ぶりの福岡で試合ということで、まあ、2年間東京で強い選手とやってきたんで、まあ、福岡の、まあ、応援してくれる人もいっぱい来るので、バシッと倒して勝ちに行きます。